ハインリヒグスタフ・アドルフ・エングラーはドイツの植物学者。特に植物分類学と植物地理学において多大な業績を残したことで知られている。命名者としての略記はイングル。エングラーの業績の中で最もよく知られているものとして植物の分類体系である新エングラー体系の基礎を完成させたことが挙げられる。 このシン・エングラー体系は APG 植物分類体系など新しい分類体系が登場している。現代においても抗議の植物全てを扱う唯一の分類体系である。1913年にリンネメダルを受賞。アドルフとその妻、マリーの母子1844年にプロイセンのサガンで生まれた。1866年にブレスラウ大学で PhD を取得。 1871年から、ルートビヒ・マクシミリアン大学ミュンヘンの植物コレクションの管理人として勤務し、1878年に退職。同年に、キール大学の教授職を得て、システム植物学の講義を受け持った。1884年に、同大学を離れ、ブレスラウ大学に戻って、ボタニカルガーデンの館長を務めた。 1889年から1921年にかけてエングラーはベルリン大学の教授として勤務、またベルリンガーレム植物園の館長も務めた。1930年にベルリンで死去。イングルは植物の学名で命名者を示す場合にアドルフ・エングラーを示すのに使われる。ウィキメディア・コモンズにはアドルフ・エングラーに関するカテゴリーがあります。 ウィキスピーシーズにはアドルフ・エングラーに関する情報があります。ありがとうございます。